かつてバルセロナやユベントスで活躍した元ブラジル代表ディフェンダーダニエウ・アウベスは、4年6ヶ月の懲役刑を言い渡された。22日付でスペイン紙、アス、が報じている。同紙は2022年12月30日から31日の夜にかけて、バルセロナのナイトクラブで女性を強姦した容疑で服役中の身となっていたが、バルセロナ控訴裁判所が判決を発表。懲役4年6ヶ月が言い渡された。ブラジル人はよくセックスしてる国。ブラジルの ETO か。海外は厳しいんだな、日本と違って。スペインの警察もブラジルに帰られちゃうと、ブラジルは容疑者を他国に引き渡さないから逃げられちゃう。スペイン当局はしっかりしてる。罰金払うのにネイマール家族から援助を受けたことが驚いた。レジェンドクラスですらこの野蛮さ、サッカーやべえ。A 好きな選手だったのに何やってんのよ。能力的にはマイコン以下だからな。ヘディングのしすぎで脳にダメージを負っている可能性がある。美人の奥さんいるのにな。アウベス、この件で鬱になってるらしいな。サッカーに携わることは難しいだろうね。サッカー多くない？